今日は東京駅丸の内南口よりほど近い丸の内ソレイユ法律事務所で勤務している卒業生の石橋千秋さんを訪ねてお話をお伺いしました。こんにちは。はじめまして、石橋と申します。よろしくお願いいたします。石橋千秋さんは独協大学法学部国際関係法学科を卒業、現在弁護士として活躍しています。ちょっと大学時代のお話を、お話というか、まあ思い出とかになるのかなと思うんですけど、もう、まあ、最高大好きだっておっしゃって、大好きです。いやもう本当に楽しかった思い出しかなくて、勉強も遊びも、アルバイトとか旅行とかそういったものも、もう全部頑張って、なるほど。でそれもこう仲間たちと一緒に切磋琢磨して目標に向かって頑張れたっていうことがものすごく私の中では財産で、今でも大学時代のメンバーとよく会って、近況報告してます。あとゼミもすごく頑張りました。なるほど、ゼミですね。国際人権法ゼミっていうのに所属してたので、模擬裁判ですとかいろいろな権利について世界的な目で、国際条約ですとかそういった国際人権法的な立場から、いろんな権利を見るっていうようなゼミだったので、定期的に発表したり卒論を書いたり、よくそんなゼミ入ったねって言われるぐらい厳しいゼミだったんですけど、そこで頑張ったことがものすごく司法試験でもそうですし今の仕事にも生かされてるなっていうふうに思います。サークルとかなんか入られてました？サークル入ってないんですけど、ダイビング部に入ってました。あ、部活ダイビング部ってあるんですか？あるんです。今もうなくなっちゃったのかな。なんか目標に向かって頑張ってる若い世代というか、なんかそういう人に対してのメッセージとかいただけると。そうですね、やはり諦めないことですね。私も司法試験にすぐ受かったわけでもないので、そういった中で何度も挫折をして、自分は受からないんじゃないかとかって本当に落ち込んだりしたんですけれども、でもやっぱり自分を信じて諦めずにやり続ければ結果は出てくるんだなっていうのを本当に実感したので、本当に目標とか夢とかを持って諦めずに粘り強くやっていただきたいなっていうふうに思います。